こんにちは今日は2024年6月の12日です6月定例会がスタートしてですねバタバタしてるんですけれどもそれと同時にですね、まあ、来月7月7日に、ね、投票日というね市議会議員の補欠選挙こちらのね立候補予定者の方のお手伝いといいますかサポートなんかでもねかなりバタバタしております え、まあ僕がね、選挙に出た時、初めて出たのが2022年なんですけれども、あれはまあ11月の中旬がね、投票日で、僕が選挙に出るって決めたのが8月の末ぐらいだったので、それでもまあ2ヶ月ぐらいです。その2ヶ月かなりね、バタバタしたっていうね、思いがあるんですけれども、まあ今回さらに短いっていうね、6月の6日が説明会があって、もう7月の7日が投票日という、今一う1ヶ月ぐらいしかないわけなので、 えー、もういついつまでにこれやっとかんといけんよねっていうのがたくさんあってですね、えーまあ、その大変さっていうのはね本当によく分かりますなので、ね、できる限りいいサポートしながら前に進めていこうという感じで動いております今日の動画の本題です、えー、前回の動画あ6月10日のね先決勝負についての動画なんですけれども、えー、多くの方に見ていただきました本当にありがとうございます そしてですね、たくさんコメントいただいたんですけれども、そのコメントをね、見た方から、大丈夫ですかっていうね、心配のメッセージもたくさんいただいております。ご心配いただきまして本当にありがとうございます。僕は大丈夫です。今日もね、笑顔でお伝えできたらなと思っております。ただまあね、あんまり笑顔でね、伝えようとするとね、ヘラヘラするなというようなね、コメントも届くんですけれども、まあそれも折り込み済みで今日の動画をね、撮っていきたいかなと思っております。 いただいたコメントね、全部のチェックは仕切れてないんですけれども、まあそれでもまあ結構な数は見ておりまして、で、それをずっと見ていくとですねん、ちょっと間違えてるなーというふうにね、思いましたので、ちょっと先決処分についての説明を改めてね、この動画でしておこうかなと思っております。この動画を撮る上でですね、実は一つ難しいポイントがありまして、あの、疑案という言葉、これね、 大きい意味での儀案っていう意味と、その、まあ、名称と言いますか、ちっちゃい意味での儀案っていうところがあって、でも同じ言葉なのでね、ここをどう表現したらいいかなって悩むんですけど、まあ、適切な言葉がないので、ちょっとわかりにくくなるかもしれませんが、まあ、ちょっと注意してね、その辺を聞いていただけたらなと思っております。 で、えー、今回、六月定例会であった中の、おこの、大きい意味での議案ね、えー、これは、いろいろあってですね、まあ、種類があります。で、今回六カスとかは、その、同意っていうものと、えー、承認っていうものと、いわゆるちっちゃい意味での議案っていう、この三つがあー出されております。 でこの認定こども園の件に関しては、まあ、承認というもので、専決処分をしたことの承認というところを審査していくわけです。 専決処分でね、何でもかんでもできるわけではありません。で、まあ条件があって、まあ今回もなんですね、まあ前回も前々回もそうだったんですけども、まあ要は議会を開く時間的余裕がないと市長が判断したときは、まあ先決処分できますようになっていて、まあ今回もその条件のもと、先決処分をされたということになっております。 なので、承認六号っていうのはあ、その手続きが正しかったかどうかというのを問うものであって、えー、認定こども園のことであるとか、基本構想のことであるとか、そういったね、具体的な中身については問えません。うん、でなのであの、そもそものテーブルが違うので、えー、今回の承認六号に関しては、あ えっと、決処分のぜひ、ぜひというか、その手続きが正しいかどうか、しか、審査できないんですよ。うん、で、これね、山本和弘さんがね、えー、ちょっとその、基本構想のこととかね、まあ、認定子ども園の件に質疑の中で踏み込んじゃってるんですよ。うん、で、踏み込んだ時に議長の方から、えー、この議案といいますか、まあ、承認6号というのは、まあ、決処分のことなので、専、えー、決処分についての質疑をしてください。っていうふうにね、2回注意を受けています。 なので、まあ皆さんのおっしゃりたい気持ちはね、よくわかります。あ本当に、あのー、そこの話をね、まあ聞きたいというかね、うんうん、その思いはわかるんですけれども、そもそも、その議論が承認6号ではできないんだということをね、まず理解してください。で、その議論をするんであれば、 えー、議案。だから、この大きい意味ではなくて、ちっちゃい意味での議案難合という形で、えー、一般会計補正予算の予算案として出してくれたら、その基本構想の中身であるとか、その認定子供についての質疑ができます。でも今回はそうではないので、そういったところは一切聞けずに、専決処分のことだけを聞かざるを得ないということなので、そういうふうに見ていただけたらと思います。 なので、ね、まあ、前回の動画でも言いましたけども、まあ、決処分じゃなくて、議案として出してくれたら、あの僕は賛成できたのに、というふうにね、えー、言ってますけれども、まあ、その通りなんですよ。うん、だから、あの、認定子も園の是非とか、ああ、認定子も園の是非のない、基本構想の是非を問うてるわけではなくて、えー、決処分の是非を問うてるだけなので、うん、その手続きとして、えー、これは間違い。 という結論に至りましたこれはまあねあの中国新聞の、ね、記事にもなってましたし、まあ、専門家の方のね大学の教授のコメントもね載ってましたけれども「専決処分の条件に該当するものが一つもない」ってねこれは裁判をしたら、まあ、負ける確率が高いだろうというふうに書いてありましたが僕もそ,のそれと同じ見解です。でこれ結局ね あの、違法かどうかの最終判断っていうのは、もうあのね、裁判しないと分かんないので、僕らはあくまでそうだろうという判断でしかありません。どうしてもそれが違法かどうかをはっきりさせたいんだったら、あまあ裁判をしていただくしかないので、うん、うん、そういう手続きになってくるかなと思います。前回の動画でもね、説明しておりますが、あまあここで改めてね、また話してみたいなと思うんですけども、あの、先月処分をされた理由っていうのが、 えと5月の第3週までに予算計上をしておかないと、 開演が31年まで、2031年まで伸びるから、うん、それではいけないので、ということで、えー、5月17日付で先月処分をしたというのが理由だったんですけれども、まあ、それを説明するための資料であるとか、まあ、そういったね、示されたスケジュールを見る限り、ね、そういった質疑もしましたし、えー、その答弁を聞いて、どう考えても31年にずれ込む必要性はないな、というふうに感じました。で、えー そういった中で、まあ、臨時議会という点もあっただろうし、僕はそもそももう6月の普通の議案として出して、まあ、えっと、大きい意味での議案ではなくて、えー、同意とか承認とか、議案とかいう名称としての議案ね、一般会計補正予算という形で議案として出してくれたら、それでも十分ね、30年の会演には間に合うだろうというふうに感じましたので、えー、その先決処分の案件には当てはまらないということで、えー あの、承認に関してはあ、不承認という判断をしたということです。前回の専決処分のね、不承認になった時もコメントいただいたんですけども、まあ、ごく、ごくわずかなんですが、まあ、一部、そういった方がおられるコメントが、あの、議案として出したら、否決されるじゃん。だから専決処分でしょっていうようなコメントがあるんですが、これはね、あの、間違いです。 えー、否決されるから、先決処分しましたっていう、先決処分の理由は120、120%アウトです。あのー、認められません。裁判、うんあのー、したら確実に負けます。えー、そういうことなので、えー、そういった理由では、先決処分できませんので、まあそこもね、えー、ぜひご理解ください。で、あのー、先決処分について、 というか、ぜひね、あの、お住まいの自治体の議員さんに聞いてみてください。これまあ、今まで僕何度もこの話してるんですけれども、あの、ぜひね、その、お住まいの自治体の議員さんと話す機会というのをね、え作っていただきたいなと思うし、えー、こういった案件なんかをね、ぜひあの、聞く材料としては面白いと思うし、えー その議員さんの方もね、えー、ああ、これはねっていうのをね、丁寧に教えてくださると思いますので、えー、ぜひ、あの、あの、まあ、いろんな疑問とかね、えー、そういった部分は、あぜひね、あの、お住まいの自治体の議員さんに聞いてみて、その上で、その上で、えー、こうこうこういうふうに聞いたんだけども、その上で、えー、私の見解はこうなんだ、というコメントをね、ぜひともお待ちしております。そうそう、もう一つね、言い忘れてましたけれども、 あの、前回の動画で、僕、ま、あの、スケジュールね、こういうのが示されましたってこうやって見せて説明したじゃないですか。そうするとね、コメントで、そんな機密資料を画面に出していいんですかみたいなね、コメントいただきました。あの、説明資料は、全然あのね、機密資料ではありませんので、ご安心ください。 あの、議勇、あ、議勇じゃないよ、議案ですね。えー、いろんな議案は、あの、ホームページ上でね、公開されておりますが、説明資料までは載っておりません。うん。えー、ただ、あの、情報、情報公開請求すれば、もらえます。 で、あとね、一応ね、あの、説明資料もちゃんと公開すべきだっていう提案してるんですけれども、まだね、そこまで至っておりませんので、まあ今後ね、ちゃんとそ,その説明資料もね、ないとね、議案だけ見たんじゃよくわからないということがあるので、できればね、説明資料も皆さんが見れる状況にしていきたいなというふうに思っております。ですから本当にね、機密の資料ではありませんので、ご安心ください。 という感じでね、えー、今日の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。